若い頃のラ・トゥール・デュパン夫人、アンディエット・ルュシー・ディロンは、フランスの貴族女性、宮廷女官、回想録執筆者、ラ・トゥール・デュパン伯爵夫人、後公爵夫人。その回想録は、旧大世紀の貴族社会、フランス革命、そして第一帝世紀のナポレオン宮廷について、ほとんど記録されていなかった歴史の理念に関するユニークな証言を提供している。 ディロン連隊の連隊長、アーサー・ディロン・伯爵と、その最初の妻テル・るエズリュシー・ディロンの間の一人娘。両親は、ジュシクフ、ジュメイの間柄。ディロン家は、ジャコバイトの王を報じて、ブリテン諸島を離れた一軍のアイルランド人、いわゆる、ワイルド・ギースの一員で、フランスに帰化していた。母は1 7八十年に、王妃マリー・アントワネットに気に入られ、宮廷女官に引き立てられたが、 1782年、休止した。父は、トバゴ総督となって、認知の西インド諸島に移住し、同地で再婚して、新しい家庭を持ったため、母方祖母のロース伯爵夫人と王子のナルボンヌ、大司教アルティールリシャールディロンの世話で育った。1787年5月21日、16歳で、ラ・トゥールデュ・パン公爵の長男ラ・トゥールデュ・パン伯爵と結婚。 結婚後すぐに、母が生前勤めた院外の宮廷所管に任命され、フランス革命が起きる1789年まで、勤めた。革命時には、最後の三部会、ベルサイユ行進及び大恐怖などを目の当たりにした。1791年10月から1792年3月まで、デンハーグ駐在大使を勤めた夫に従い、オランダに滞在し、1792年12月、 フランスに帰国した。恐怖政治家では、大勢の友人や親類演者が処刑される中、身の危険を感じて、パリを離れ、ジロンド県キュブザックレポンの所領に避難している。1793年夏、所領は革命政府に没収され、白爵夫妻は投獄されたが、テレーズ・カバリウスの助力で解放された。解放後、一家はすぐさま、 アメリカ合衆国アップステートニューヨークのオールバニに移住し農業を始めた。この地で彼女は生涯最良の穏やかな日々を過ごし、それを日記に記録した。ルシーの日記には米国の奴隷所有の実態や地元のオランダ人家族及びかなり人数の減っていた先住民との交流の日々が生き生きと描かれた。また、同じく 米国亡命中だったタレーランとも親しく付き合った。総裁政府成立後の1796年、ルシーは夫の政治的キャリア及び国内に残した資産を守るために一家でフランスに帰国した。旧貴族出身者を徴用するナポレオンの下で夫は外交官として養殖を占めた。そのおかげでルシーは第一帝世紀の宮廷における 様々な出来事を宮廷内部で目の当たりにし、回想録に記録した。1832年、ベリー公爵夫人を中心として、レジティミストが起こしたバンデテンの反乱に、息子が加担していたために、オルレアン派の政府から睨まれることになり、財産を処分して、夫と共にフランス国外に退去、各国を転々としつつ、余生を送った。ルシーの回想録。 ある女性の半世紀の記録は50歳を過ぎてから息子に宛てた手紙の形で執筆された。家族がこの回想録を公表したのは彼女の死後50年以上が経った1906年のことだった。ジャーナリストのキャロライン・ムーアヘッドは2009年にリュシーに関する伝記を出版した。ありがとうございます。